船木正和です、今回はアメリカンフットボールのラフプレー問題についてお話してみたいと思います。最初にこの映像を見たときはびっくりしました。普通に走っている選手に対して後ろからもう一人の選手がその衝突をするという、それで倒してしまう、かなり危険だと思います。背中、後ろからですね、膝から入ってそのまま体が反ってますんで、腰首ですね、神経が一番集まっているところが逆に曲がってますんで、かなり、の衝撃だったと思います。例えばなんですけども、プロレスラーも衝突することがたくさんあるんですけども、衝突してその倒されることはたくさんあるんですけども、プロレスの場合は技を受けるのを前提として行ってますので、準備があります。心の準備とあと体の準備ですね、当たるということを想定した上で受けてますので、受け身も取れますし、ただ例えばプロレスラーがその後ろからですね、思いっきり衝突されたら、これはもう無理なので、全く同じこの今回のその被害者の選手と同じ状況になると思います。かなり危険です。今回、いろいろその報道の中で、監督がその選手、このタックルをした選手に対して言った言葉によって、この選手がそういう行動に出てしまったという、そういう報道もあるんですけども、自分の考えは、選手ですね、試合に出る選手はやっぱり責任があると思います。なのでその自分でどういう行動をするかっていうことは自分で自己責任ですね、しっかりと自分で決めて動くということを、監督いますけども、最終的にはその自分でやったことは自分で責任を取るという、そういう気持ちで試合で動かなければいけないと自分は思ってます。でやっぱりそのスポーツとか、あとはその格闘技とか、そういう競い合う人間と人間がその競い合うその競技っていうのはものすごい野蛮なんですね。本当にどうにかしてそのあいつを倒して自分がのし上がっている、それが基本ですから。ただそういったその野蛮なものをいかにその綺麗な形にするか、それがそのルールの役目だと思います。なのでその綺麗な野蛮なものを綺麗な形にしている役目をする、そのルールを破るっていうことは、やっぱりその今のスポーツの中ではやってはいけない行為だと自分は思いますので、まずその、ルールを破ることの重さですね、そこをしっかりと考えてもらえたら、こういうことにならなかったなと思います。例を出しますと、例えばの話ですね、例えばの話、テレビの、ワイドショーなんかで、誰々が、浮気をしました、誰々が麻薬をやってしまいました、でいろんなその謝罪会見なんかがあるんですけども、ペナルティが、例えばペナルティがその死刑、もう命を絶つという、それをやってしまえば、浮気をしたら死刑、麻薬をやったら死刑、そのぐらいきついそのペナルティが待っていたとすれば、その人たちはその浮気をする前に、麻薬をする前に絶対躊躇すると思います。これをやったら死んでしまうと、殺されて、見つかったら殺されると、かなり躊躇すると思います。なので、今回のそのやってしまったその選手も、もうちょっとなんかその死まではいけないんですけども、これをやったらもうラグビー選手、フットボール選手がもうできなくなると、そのぐらいのその強い覚悟を持っていれば、もしかしたらそのやらなかったかもしれないですね。なので今早急にやっぱりそのこういう事件が起こらないためにも、スポーツ格闘技一緒です。人が競い合うことの中で、まず早急に、意識の統一ですね、その選手一人一人の意識の統一、ルールを犯してまでもそのやってはいけない、その行為をしてはいけない行為、あとはその違反をした場合、もしも仮に間違ってしまって、ちょっとこう高揚してしまって、いつも以上の気持ちでルールを忘れてしまって暴走してしまった場合、
ペナルティですね、それをしっかりと明確にすることが重要だと思います。やっぱり暴走してしまうということは白布ではないですから、本当に落ち着いた状態、しっかりとそのルールにのっとる状態ではないということは失格だと思いますので、意識の統一、それから、違反をした場合のペナルティの重さですね、そこをしっかりとやってほしいなと思いました。以上、今回はアメリカンフットボールのラフプレー問題についてをお話ししました。ご視聴ありがとうございます。